どうもこんにちは、セミナーの毛柄です。今ですね、おばあちゃん家に庭にいるわけですけれども、今日もちょっとね、植物採集の動画を撮りたいと思います。本当はね、このタッパーに水苔を入れたいんですけど、まあ水苔が見当たらずでして、ちょっと考えてるんですけど、でまず下に石を引いていきます。かっこよさげな石を選んで、せっかくなんでね、使うと思うので、レンガとかもいい、あれば絶対使うな。レンガってこれあれか、植木鉢の破片ですね。こんな感じ。はい、よいしょよいしょよいしょ。うわ、素晴らしいな。水苔の代わりにこれをいただきましょう。仕打ちなのでバンバン取って、マジで素晴らしい。ウォーターコインとかウォーターマッシュルームとか言われてるやつだから、ちょっともらってこようかな。これは近くの山で見つけたちょっと面白い目のシダ入れとくと、もうすでにこのここで2000円は取れる箱になってしまいましたね。そしてこの隣のフィカスプミラを配色、うわ頑張ってきた。うん、こんなんもいくらあってもいいですから。まあね、うわ最悪だ、結構うえー、うん、これ血止め草、これもねめっちゃいいんですよね確か。どうやって取ろう、この数取っちゃいたいな。もう僕はもうゆすがず入れちゃいます。自然の虫とか歓迎しちゃうんで。いや可愛くなってきたな。大箱とかもらってこっかな。多分これ大箱の類ですよね。綺麗な子がいないけど。いけるかな。はい。んでこれ、木いちご？ヘビいちご？なんか忘れちゃったけど、これもいいですよね。確か。うわ、なんか硬い。若干根っこが残ってれば大体大丈夫ということで、片ひば見つけました。これがでかいやつかな。これ子供姫鳳凰苔の好きなやつあったんでもらいます。もう結構満杯ですね。一時的だから大丈夫だけど、家帰ったらすぐ大きいところに、日の当たってある程度通気性もあるところに移さないとダメですね。